笠原ひろき VS ロンペットワイズ D ジム。ユートボクシング日本ライト級チャンピオン3階級制覇のチャンピオン笠原ひろきが赤コーナーに入りました。第9試合 63.0kg 契約エキスパートクラス特別ルール3分3ラウンド延長無制限で行われます。この対戦赤コーナーシュートボクシング日本ライト級チャンピオン笠原ひろき、対するのは青コーナー ISKA ムエタイ世界スーパーライト級チャンピオンのロンペットワイズディジムです。さあ大江さん、はい、いよいよお兄ちゃん登場ですが、やっぱり勇気のね、敗北は下でモニターで見てるでしょうから、はい、やっぱり表情硬いですよね。非常にその決意のもとにリングに上がってるんじゃないですか。はい、新規登場。そして、ロンペットの方をちょっと伺いたいんですが、 ISKA のチャンピオンという肩書きを持ちます。はい、そうですね、ムエタイで のタイトルは特にデータの中にないですけども、はい、ISKA はその、まあ、キックボクシングの世界組織でもありますよね。だその中でのムエタイスタイルでの、スーパーライト級のチャンピオンですね。ロンペットの所属が、まあ、トミグスクの、ワイズディジム、まあ、沖縄からスタートということになりましたが、それが日本でのこのリングスタートでどんどんこう中央界に乗り出していこうかという伸び盛りのロンペットです。いや、 やっぱりそうそうたるメンバー日本人選手も戦ってますよね。はい、原口選手には、負けてますけども、やっぱり梅野源氏と引き分けっていうのはこれは大きいんじゃないですかね。梅野源氏は日本人でありますけども、ラジャダムナンスタジアムのチャンピオンであったことがありますから、はい、まあ、要するにこのロンペットに関してもそのムエタイの実力の中でおいてはチャンピオンクラスの実力があるということですよね。はい、さあ第1ラウンドスタートです。レナさん、ひろきの表情をどういうふうにご覧になりました？はい、試合前は。あ、そうですね、すごいリラックスしてていい表情してたので、まあ、ひろき相性的にはタイの選手はすごいタイスタイルの選手はやりやすそうな感じがいつもするので、どうですかね、落ち着いてやってるんで様子見てるんじゃないですかね。タイ人としてはこれ3人目ということになりますかね。そうですね、スラレックファンラックに勝っていて、そして迎えた3人目のロンペットということになります。まあ、スラレックが当時日本人キラーとしてね、はい、日本の中でのタイ人選手としては非常に恐れられていた選手ですから、その選手を破ってますからね、ヒロキは。でまた、今この時代にロンペットがね、はい、日本人キラーとしてもし言われているのであれば、そこはやっぱりやっつけとかなきゃいけないですよね。ロンペットも非常にアグレッシブなタイプという情報もありますし、またヒロキの方もアグレッシブなタイプ、もしかしたらお互い必殺技がいきなり出ることもあります。おっと、あでも笠が左をもらいましたが、硬いの持ってますね、ロンペットね。目が覚めた表情しました。怖い打ち返しをしましたね、今ね、左ね、ガリガリ。おっとロンペットがちょっと動き止まりました。最近左ボディ強いですからね。パンチね。日本ライト級タイトルマッチでも左ボディで
西岡を送り出してますんで、うん、自信持ってるようです。ささ、うん、そうね、すごく説得力のあるね、あのお客さんとかね、もちろんこの映像ペーパービー見ていただいている方たちも伝わる強さ、あの重さ、あのプロとしてすごく、完成された選手ですよね、はい、2022年の6月にはバズーカ後期肘でカットしてますし、うん、それから、まあ、ジャーマンスープレックスを決めたりとか多彩な技も持つ選手です。だから何でもできますよ。ただその何でもできるその高いステージにいるヒロキですよ。まだ若いですから、はい、23歳、まだ今これが今すごく成長の、ね、の過程であって、その中でいろんな強豪選手を立て続けに、ね、破って今の地位がありますから、はい、ね、本当に少し前だったらまだ キッズというか、ね、まだレナちゃんなんかよく知ってるけども、やっぱり弘樹勇気なんていうのは、まあ、山田ツインズもそうだけども子供だったわけだからね。シーザージムの浅草道場で、うん、やっぱりオレンジのやっぱ道着着て練習してましたからね。そうそうそう、ドンペットがミドルを放ったところで第1ラウンドが終了しました。第1ラウンドの戦いぶり、レナさんどうですか？そうですね、やっぱ落ち着いた安定な戦い方してるなというふうに思いますね。ただロンペット選手のね、本当パンチもすごく硬いので、はい、たまにちょっと不意にもらってるのでちょっと心配にはなりますけど、はい、1ラウンドとしてはいいんじゃないですか。その硬いパンチというのはこう、まあ、普通の人ではわからないんですけれども、うんうんうん、なんですかね、怖いパンチ、ヒーチャーパンチ。そうね、だから拳が硬いとかそういうんじゃなくてですね、はい、パンチ その種類的にインパクト第2難しい表現ですね。まあ、僕ら硬いっていう表現で全てをまとめてしまうので、はい、よくあの痛いパンチとそれから効くパンチとちょっと違うんだとか、うん、そういう話も聞いたりしますが、痛いっていうのは表面的なことで、やっぱりそのやっぱり難しい表現ですね。いや、とにかく強いパンチということですね。強いパンチですね。さあ第2ラウンドです。どこでどう爆弾に導火線を放つか、パリです。どうなり詰まっているロンペット、それと怖いですね。確かにこの右のフックもかぶせてきてね。いや、本当にまた同じことを繰り返しますが、あの硬いパンチ持ってますよね、本当に。いや、あの業界的には通じるんですけどね、あの一般の方たち的には要するに、当たったら一発で倒れてしまうようなパンチということですよね。そのパンチを注目してみたいと思います。ただパンチだけじゃないですよ、彼はあの蹴りもいいもの持ってますし、やっぱりムエタイ選手って何でもできますからね、蹴りの選手だなんて言ったってパンチも打ってきますし、ほう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 、危ない危ない、怖い怖い怖い、そう、ひろ、あ、ちょっと今ガードを下げると怖いね。戻りに行きます。しかしあのヒロキもだいぶ間合いが見えたのかなという感じがしましたが、いや、ちゃんとその間合いなりを取ってね、突っ込んでいく形ではなくね、はい、その気持ちは冷静を保ちながら、冷静を保ちながら最善の形で前進してますね。ボディストライク、こう焦って殴ってやろう殴ってやろうという感じじゃない、そういう感じがあるとやっぱりカウンターもらったりしますし、出てくるね、やっぱり今のストレート打ったと右フックもさらにまた踏み込みを入れるんでね、はい、深く当たるんですよね、ちょっと怖いですよね。なるほど、ちょっと間合いを図る笠原、変則の左の牌、コーナーを背にします。ロンペット、ほほほほ、左のハイキック、今のももらえば一発ですよね。ムエタイではあのハイがガードしてもいい印象になるわけですよね。
いやもちろん、やっぱり体にもらうということはいいことではないですよね。いやもう、やっぱりギャンブルの、ね、で成り立っている国ですから、はい、ムエタイ競技ですから、はい、競技性は違いますよね。必ずしもダメージじゃないです。長いパンチで押してくる刀、はい、さあ第2ラウンドが終了しました。でもちょっとあっという間ですね。これは3ラウンドですか。3ラウンドですね。じゃあ次ラス、もう1個しかないもんね。このロンペット3ラウンドというのはどうなんでしょう、計算的には。そんなに出てきてない、カウンターを狙うだけに終始しているので、はい、ただその、まあ攻撃力的にはヒロキのあちょっと強いなというふうに思って戦っていると思いますよ。だからそのロープを背負ずっと背負って安全策を保ちながらカウンターを取ろうとしているんだと思います。ただ自分から出ていってどのこのじゃなくてね、まあヒロキの攻撃力の高さというものはある程度把握しつつねカウンターを取る感じですね。だからその3ラウンドそれにまた徹しちゃう、ロンペットが徹してしまうとちょっと面白くない試合になるんで、やっぱりちょっとヒロキ荒い展開になるかもしれないですけど、少し前に出なきゃいけないですね、はい、第3ラウンドスタートです。それはやっぱりちょっと危険も伴いますけどね。現在9連勝中、9連勝中という笠原博樹、好調を維持してのこのロンペットのとの対戦です。はい、見切りました。よいしょ、ミドル落ちました。ちょっと時間ないね。少しペース上げなきゃいけないですね。さあ組み技、そろそろ両者とも明確なポイント欲しいですね。バックハンドロー、ミドルを返す、足を持ちました、ロンペットは体を返す、得意の左ボディを見舞いました笠原です。まあロンペット消耗してると思いますよ、はい、消耗してると思うんですけども、やっぱりその中に入れないというかダメージを食らわないという術にね、そっちに転換してしまうと、はい、やっぱり対人うまいんですよ。だからヒロキはそこを崩して中入らないとこのまま終わっちゃいますよね。こういう動きでもそうですよね。当たらなければやっぱり逆にヒロキも体力消耗しますから、あと当たらないっていう気持ちがその後に当てる気持ち、そう、こういうだからボディとかね、直接的な、ところで行きたいですね。もうでも30秒かちょっとでもボディ効いてるのかな、左まだ効いてるの、回してくる左ボディです。ロンペットはヒロキの左ボディを肘でカットしてたんですが、その回転に追いつくのか、いいですよ、いいですよ、いいですよ、いく、切れていく、いやロンペットしんどいでしょ、時間が少なくなりました。ただ時間ないね、ちょっとここで手数を出せるのか、ここで第3ラウンド終了のゴングです。守ったロンペット最後に回転したヒロキでしたがどうでしたでしょうか。いやまあまあもう3ラウンドはもうヒロキの動きについていけなくなったの、あとボディ少し効いたんじゃないですかね、はい、やっぱり1ラウンドあたりだとすごい怖いパンチ蹴りね、硬いという表現しましたけども、2ラウンド前半まで持ってましたけども、やっぱり少しスタミナ
体力落ちましたよね。で3ラウンドはいい攻めになったんじゃないですか。選手中央へ。さあ判定です。だからまあポイントで言ったら3ラウンドね、ヒロキは取ってるんじゃないですかね。判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ若林30対29、赤笠原。ジャッジ津山30対29、赤笠原。ジャッジ茂木30対29、赤笠原。以上判定3対0で勝者赤コーナー笠原ひろき。オールディシジョンの30対29、判定3対0で笠原ひろきがロンペットを下しました。まあもうダイレクトに3ラウンドのラスト1分じゃないですかね、はい、だからでもあそこでねやっぱりあのひろきがやってあのパンチを固められるというのもね、彼の経験がであの経験を重ねる中でできてきていることですし、これはもうちょっとじゃあ1年前なら同じことできたかって言ったらもしかしたらねできなかったかもしれませんしね。これはでも最後1分間明確だったんじゃないですかね。膝を絡めて休むことを知らない連打を見せました、うん、大事ですよね。あの印象としてはすごくいい印象を与えたんじゃないですかね、ジャッジに対しては。これで連勝記録を10連勝という2桁に乗せました。連勝2桁はすごいですね。さて笠原ひろきはこれで、まあ、3階級を制覇し連勝も10に伸ばし、次はどうしましょう。そうですね、まあ記者会見でも、本人言ってましたけど、原口選手、ライズの原口選手とやりたいっていう風に、はい、あそこ目指してるっていう風にも言ってたので、はい、そうですね、その戦いも見てみたいなとは思いますね。あまり強すぎると相手がなかなか乗ってこないってことはないですか。相手がなかなか乗ってこない、はい、まあだからいやまだまだその原口は自信もね、もちろんもちろん相手からしたらね、いやまだ小僧に負けるかっていう選手は日本にまだいっぱいいますよ。だからまだ今そのカイトまでのステージにはまだこれあのヒロキこれからね上り詰めるところなんで、はい、ここはまだまだあの上を目指してね、とにかく一勝一勝一つ一つ一人一人日本の強い選手をまず潰していくところからじゃないですかね、はい、笠原三兄弟長男の笠原ひろき、タイ人のロンペットを判定3対0で下しまして10連勝を決めました。